ルムチ。かすみちゃんって髪を溶かす天才？なんですかそれは。でもかすみんは美容にはうるさいですからね。ブラッシングの腕も日々磨いてます。子供の頃、ミト姉が髪の毛やってくれてたんだけど、結構グイグイ来てさ。あ、そういうのはあんまり良くないですよ。丁寧にやらないと。うんうん、かすみちゃんにやってもらって理解した。もしかしてちか先輩、自分でもグイグイやってたりしました？いや、別にそんな乱暴にはしないよ。だけど小さい頃からそういうのが普通だったから。もう今日はかすみんがちか先輩に美容の基本を叩き込みますから。まずは髪。ブラッシングするときはかすみんがやったみたいに、まずは毛先からです。厳しい特訓だった。ちか先輩、今日かすみんが教えたことちゃんと復習してくださいね。かすみちゃんがダイヤさんみたいだよ。あ、じゃあさ、今から私がかすみちゃんの髪の毛溶かしてみてもいい？復習だよ、復習。まあいいですけど、優しくしてくださいね。任せて。かすみちゃんがうったりしちゃうようなテクニックを見せちゃうから。私も待ってる。ライブまであと1ヶ月もあるなんて信じられない。長すぎるよ。早くステージ立ちたい。いつもはね、歌もダンスも衣装もギリギリまで直すことが多いんだけど、今回は違うの。もう全部完成しちゃったんだよ。本当に直すところないかなってみんなで何回も何回も何回も確認して、ちょっと直して完璧になりました。おい、そう言われると不安に。いや大丈夫。もうダンスだけでも先に動画で公開しちゃおうかって話が出たくらいなんだから。本番明日にならないかな。時間が早くなったり遅くなったり。そういえばよしこちゃんが最近やったゲームにそういうアイテムが出てきたって言ってたな。進み方っていうか、時間を止めちゃうだった気がする。現実にもそういう道具があったらいいな。
みんなが泊まってる間にいろんなことできちゃうね。ミト姉のおやつをこっそり食べてもバレない。ねえ、誰か作ってくれないかな。まあそうだよ、むしろ長くなるよ。じゃあやっぱり止めるのは。ダイヤさんも同じこと言ってた。止められたらこうやってあなたと何度もお別れしなくてもいいもんね。ずっとあなたと一緒にいたいな。いいかな。なんて言うんだっけ、スパーナだっけ、ネジ外すやつ。それは持たなくてもいい？せっかくスチームパンク風の衣装にしたんだよ。もっとこう機械っぽい感じ出したくない？こうして素敵な衣装が完成したんだもん。その素敵さをもっと引き出せる何かをプラスしたいんだよね。あ、笑顔をプラスすればいい？ああ、なるほど。小道具を持つより大事なことだね。忘れてたよ。早速練習しよう。何をって？決まってるじゃない。みんなを楽しく元気にするスチームパンク風の笑顔だよ。行きたいところもあったもん。本当にそう思う？ここにいたい？あのさ、じゃあ提案というかお願いというか、そういうのがあって。あのね、
けど、その…言えないよ。みかんジュースおいしい。あのね、言いにくいってわけじゃなくて、言いたいんだけど、私が言ってもいいのかなって。よし、思い切って言うね。クリスマス、私と過ごしませんか？あのね、ほら、さっきここが好きって言ってたでしょ？だから、内浦でクリスマスを過ごしたらどうかな。私も、あなたと過ごしたいって思ってるし。ダメ？楽しみだな。今日行けなかった素敵なところいっぱい案内するね。あなたからのプレゼントだなんて嬉しいな。何かな、何かな。後でゆっくり開けよっと。私からもあなたにプレゼントがあるんだ。あなたのためだけのクリスマスライブ。びっくりした？だからクリスマスはずっと私と一緒だよ。クラゲとかイルカのショーを見ようね。あ、ウチッチーと写真撮りたいな。ふっふっふ、それは行ってからのお楽しみだよ。ダメ、この後の予定は絶対に秘密なのです。大船に乗ったつもりでいて。今日のお出かけプランは結構自信あるんだ。カナンちゃんたちからいろいろ聞いて組み立てたからね。あ、でもあなたが行きたい場所があったら全然行ってね。私はあなたとならどこに行っても楽しいから。やっぱりあなたは優しいな。だけど本当に気にしないで。私があなたと行きたいところへ行くために立てた計画だし、あなたが楽しんでくれるのが私にとっては一番嬉しいよね。だから一緒に楽しもう。ほら窓の外見て、
立浦の海が一望できる絶好のドライブコースだよ。他にも素敵な景色が見られる場所がいっぱいあるんだ。近くになったらまた教えるね。素敵な場所もっと教えたいし、あなたがそう言うなら、眠ってる間もそばにいてね。じゃーん、イースターバニー近田ぴょん。なんちゃってイースターにはエッグハントっていう卵を見つける遊びがあるんだよ。ということで、私とあなた、エッグハントでどっちがたくさん卵を見つけられるか競争しない？たくさん見つけた方は、相手のお願いを何でも一個だけ聞く。どうかな？オッケー。よーし、それじゃあ負けないよ。絶対あなたにお願い事聞いてもらっちゃうんだ。